リーガグランドホテルは、かつて、大阪府大阪市北区中野島2丁目に存在した、リーガロイヤルホテルチェーンのホテル。もともとは、大阪グランドホテルだった。2008年3月31日閉館。経営会社は株式会社アサヒビルディングで、株式会社ロイヤルホテルが、管理運営を自宅していた。フェスティバルホール、リサイタルホール、並びに、日刊スポーツ。 大阪本社等が入っている新朝日ビル内にあった。開業当時は東洋一のホテルとも呼ばれ、フェスティバルホールで演奏会を開いたカラヤンやバーンスタインなど多くの世界的な音楽家や文化人も利用した。しかし、新朝日ビルは老朽化を理由に2009年度中に解体され、2013年に高さ200メートルの超高層ビルに建て替えられることが決まったため、 ホテルも2008年3月31日に閉館することとなった。2014年、朝日新聞社は、向かい側の旧朝日新聞ビル、大阪朝日ビル跡に建設される、中野島フェルティバルタワーウエスト内に、ロイヤルホテル運営の新しいホテルを2017年に開業させることを発表した。新ホテルは、同タワーの33から40階に170室を設置。 全室が面積50平方メートル以上の高級ホテルとなる予定であったが交渉が不調に終わり結局コンラットホテルが進出した。ありがとうございます。